なんてことをしてくれたんですか。リツコさんのせいで今年は最悪のクリスマス。子供たちみんな大号泣ですよ。え、どうしてクリスマスプレゼント送ってこないんですか。ちゃんと事前に全員分のメモを送りましたよね。いつもみたいに郵送で当日に届けてくださいよ。私も事前に伝えたはずよ。私が子供たちのプレゼントを用意するのは去年で終わり、今年から自分たちでやりなさいってはっきりとね。でも私も雄一くんも納得していないし、あなたたちの納得なんて知らないわよ。毎年子供たち5人分のクリスマスプレゼントを私に用意させて、お財布的にこっちも大変なんだから。そんな、最近のおもちゃは値段も高いし、人気のおもちゃは数時間も並んで転売屋に勝たなきゃいけないし、ネットの争奪戦も高齢者にはきついのよ。でも可愛い孫のためならそれぐらい頑張ってくれたっていいのに。それなら可愛い子供たちのためにまず親が頑張りなさい。孫の前にあなたたちの子供でしょ。子供は5人もいると毎日の生活だけで家計はギリギリなんです。クリスマスのごちそうを用意するだけでも大変なの。ならもっと頑張って働きなさい。ミユさんが働きになればプレゼントだって用意できたでしょ。はあ、子供は5人もいて家のことだけでも大変なのに、さらに私に外で働けって言うんですか。正社員じゃなくてもせめて週3のパートとかはどうかしら。そんなの嫌。私は専業主婦をずっと続けたいんです。そして子供たち5人をしっかり自分の手で育てたいんです。いい加減甘ったるいことを言うのはやめなさい。しっかり育てるためにもお金が必要でしょ。理想の子育てをしたい気持ちはわかるわ。でもね、お金がないと理想の前に現実の子育てが崩壊するのよ。うるさい。そう思うならリツコさんが助けなさいよ。可愛い孫たちのために少しぐらい援助してくれてもいいでしょ。なんですって。そうだ、クリスマスプレゼントがなかった分お年玉を奮発してくださいよ。私は今までの金額にそれプラス2万円で。ふざけんじゃないわよ。よくも次々とそんなことばかり言えるわね。はあ、ふざけてるのはそっちでしょ。あれもダメこれもダメって何なのよ。そんな意地悪を言うんだったらもう知りません。今年のお正月は遊びに行ってあげませんから。遊びに来なくて結構よ。どうせ毎年私からのお年玉目的で来てるだけ。手土産もないし、冷蔵庫の食べ物を食い尽くして帰るだけだもの。そんなこと言って後悔しても知らないからね。孫も遊びに来てくれないなんて寂しくて泣いても知らないから。はいはい、後悔なんてしないから安心しなさい。今年だけじゃないからね。来年も行ってあげないから。リツコさんが謝ってくれるまでもう孫には二度と会わせないからね。母さん、今年の年末年始って兄貴たちって何日から帰ってくるの？もし俺の帰省と重なってるなら寿司でも買って帰るからさ、何人前頼んでおくといいかな。私とあんたの2人分だけでいいわ。今年は長男以下我が家には来ないから。いや、今年だけじゃなくて来年以降も来ないでしょうね。今まで毎年欠かさずに来てたのに、月はついさっきみゆさんと揉めちゃってね。遊びに来なくていいって伝えたの。え、マジで？今年からクリスマスプレゼントの援助をやめたのよ。そしたら今までの感謝を言われるどころかブチギレで、挙句の果てに追加の落としたもをよこせって言われちゃって、さすがに私も頭に来ちゃってね。うわ、それは母さんは何も悪くないわ。むしろ今までよく頑張っていた方だよ。孫5人分のプレゼントを用意するのも大変だっただろう。唯一痛がってくれるのが次男のあんたとはね。むしろ母さんはグッジョブだよ。これで今年の甥っ子たちへのお年玉が浮いたわ。一人3万も渡していたからきついんだよね。そんなに渡していたの？1万目の子供でもまだ小学生よ。最初は3000とかだったんだけどさ、こんなんじゃ足りないって兄貴からの連絡はうるさくて、だんだん金額上がって今じゃ一人3万円。毎年ボーナスが消えてたよ。みゆさんだけじゃなくて雄一にも困ったものね。でも今年はお母さんと2人きりだもんな。久々にゆっくりとした帰省になりそうで嬉しいよ。そうだ、せっかくだから今年はお雑煮でも作ろうかしら。子供たちが喉に詰まらせたら危ないからってみゆさんが作らせてくれなかったのよね。やった、お雑煮だ。俺母さんのお雑煮が大好きだからずっと食べたかったんだよ。めちゃくちゃ食べるから多めに作っといてよ。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃない。じゃあ俺は奮発して特上寿司でも用意しておくよ。それじゃあ年末に。みゆさん、一体これは何なの？急に大量の荷物を送りつけてくるなんて。受け取りありがとうございます。それじゃあ早速。
今週末にそっちに引っ越しますね。引っ越しですって私たち今住んでるアパートを追い出されちゃって、だからそっち側に引っ越そうかと思うんです。しかも追い出された？アパートから追い出されるなんて何をしたのよ。私たちは何もしてませんよ。普通にみんなで楽しく暮らしていただけです。なのにアパートの大家さんがすごく厳しくて、うるさすぎて他の住民の迷惑だからって追い出したんです。何ですって？こっちは子供5人もいるのにひどいですよね。小学生なんて元気いっぱいで当然だし、ちょっと家の中で走り回るぐらいで怒らなくてもいいのに。そういえば子供たちはもうみんな小学生よね。まさかずっとあの 2LDK のアパートから引っ越していないの？はい、だってここのアパートの家賃すごく安いんですもん。そんなところで毎日子供たちの走り回る音が聞こえるなんて、他の住民にとっては迷惑な騒音じゃない。子供の音を騒音だと思う方がおかしいんですよ。これだから日本は子育てしづらいんですよね。こっちは少子化に貢献して5人も産んでやってるのに。大体の事情は分かったわ。でもだからってどうしてうちに引っ越すことになるの？もういっそ一軒家でも建てたらいいじゃない。そんなお金あるわけないじゃないですか。雄一さんの給料は全然増えないし、毎日生活するだけで精一杯なんですからね。ミュウさんたらまだ働いてないの？だって私は専業主婦ですから、家にいるのが私の仕事です。でももう子供たちみんな小学生よね。だったら学校に行ってる間ぐらいアパートをしてもいいじゃない。はあ？ようやく一人の時間ができたんですよ。私の貴重な息抜き時間を使って働くなんて絶対に嫌。そう、まだ働く気もないのね。稼ぎは旦那の役目です。何か文句があるんだったら雄一さんに言ってくださいよ。私が何度給料のいい会社に転職しろと言っても無視するし、楽な仕事じゃないと嫌だってわがままばっかりなんですから。あなたもあなただけど、息子は息子ね。お互いに母親と父親の責任と自覚が足りないわ。というわけでこれからお世話になりますね。リツコさんの家なら家賃もかからないし節約になるわ。勝手に話を進めるんじゃないわよ。相談もなく急に荷物を送りつけるなんて。どうせ相談しても反対するだけでしょ。でもさすがに荷物を送っちゃえば反対したくてもできないはず。私たち夫婦ってなんて作詞なのかしら。なるほど、わざと教えなかったのね。でも内心は律子さんだって嬉しいでしょ。もう何年も長男一家と会っていなかったんですから、可愛い孫とまた会えて、しかも一緒に暮らせるなんて幸せでしょ。お礼は生活費だけでいいですからね。お礼ですって？はい、同居してあげるお礼です。食費とか生活費とか出費は全部お願いしますね。嘘でしょ、私に全部出させるの？これぐらいいいじゃないですか。あ、それと私たちの部屋はリツコさんの部屋を使いますね。アパート時代は個室なんてなかったから、これからは自分の部屋が欲しいんです。それじゃあ私はどこで寝たらいいのよ。さあ、廊下でいいんじゃないですか。年寄りに広い部屋なんていらないでしょ。これからは廊下に布団敷いて寝てください。なんて扱いなの？勝手に押しかけてきて部屋まで強奪するなんて。あ、そうだ、生活費とは別に私にお小遣いをくれるなら、特別にリビングで寝る許可を出してもいいですよ。はい？って、あのドケチリツコさんがお小遣いなんてくれるわけないか。じゃあ明日からよろしくお願いしますね。今後お母さんの部屋は私がもらうんで、廊下で寝てください。出てくのでお好きにどうぞ。え？こんな人たちと同居なんて絶対に無理。だから私は出ていくわ。この家もあなたたちの好きにしてちょうだい。いいんですか？同居回避できてただで一軒をもらえて超ラッキー。まさかこんな神展開になるとは思わなかったわ。そんなに喜んでもらえて嬉しいわ。ならいっそ正式に長男の友人譲ろうかしらね。ってことはこれからは全部私たちのもの？夢のマイホームゲットってこと？まあそうなるかしら。やったー、ボロ家だけどこんなの DIY すればいいだけだし、最近 DIY 動画を見るのにハマってるからきっと私もできるはず。あら、それは素敵ね。それじゃあ早速手続きを進めておくけど、後で返すって言わないでよね。そんなこと言うわけないじゃないですか。とっとと手続きよろしくです。ふざけんなよこのクソババア。こんな晒しでどう生活していけばいいのよ。私たちの念願のマイホームはどこ？なんでご実家が取り壊されているのよ。お
らどうしたのよ、そんなに慌てて。 DIY で家を作ったらいいだけじゃない。はあ？いや、それにしても本当にこの間はびっくりしたわ。家も古くなってきたし、いっそ売却しようと思ってね。取り壊してさら地にした途端、荷物が送られてくるんだもの。え？これ私たちの嫌がらせのためにさら地にしたんじゃないの？たった数日でできるわけないでしょ。前から家の老朽化に悩んでいてね、リフォームするより売却してマンションに引っ越した方がお得なの。そんな、事前に相談してくれれば事情を説明していたのに、かわいそうだからさら地に石灰で間取りを書いておいたわ。それを参考に暮らしてちょうだい。ふざけんな、屋根も壁もないとか終わってる、こんなところで暮らせるわけないでしょ。だからそれは DIY すればいいだけじゃない。 YouTube 動画で勉強してたんでしょ。まさか基礎からだと思わないでしょ。壁紙の張り替えぐらいかと思ってたのに、さら地から家作りなんて素人ができるわけないじゃない。大丈夫、こういうのはとにかくやる気よ。みゆうさんは専業主婦で時間だけはあるし、毎日コツコツやればいつか完成するわ。はあ？それに子供たちも大きくなってきたし、砂利運びぐらいならできるんじゃないかしら。5人もいると力強いわね。マジでふざけんなよ、このクソババア。あんた絶対にこの状況面白がっているでしょ。そんなことないわよ。今すぐ代わりの家を用意して。このままじゃ家族全員路頭に迷うじゃない。大事な長男一家が、可愛い孫はホームレスになってもいいの？いいんじゃない、あんたたち親がそれでよければ。え？もしかしてさっきの私への脅しのつもり？もう5年も孫に会っていなかった私がそんなことで助けに行くとでも思ったの？だいたいね、土地があるだけでも感謝しなさいよ。それを感謝もせずにどない散らすなんて。ああ、もうすごく傷ついたからさようなら。私はもう何も知らないわ。兄ちゃんから俺のところに電話が来たぞ。母さんの居場所はどこだって聞かれたけど何やったの？何もやってないわよ。ほら、実家をさら地にするって前から言っておいたでしょ。なのに勝手に雄一たちが同居するって荷物を送ってきたの。同居前に相談もなかったの？何にもなかったわ。だからいっそ好きにしてって長男夫婦に渡してあげたの。そしたらさら地を見て驚いちゃったみたいでね。最高だよ母さん。ルンルンで引っ越してきたら実家がさら地、ずいぶんとびっくりしただろうね。笑ってくれてありがとう。でも龍二には申し訳ないことをしたわ。これを機にもう土地は雄一に譲ることにしちゃったの。遺産の生前贈与のつもりだったけど勝手に進めてごめんなさい。そんなの気にしなくていいよ。母さんの土地や資産は母さんのものだから自由にしていいし、それに俺は遺産を当てにして生活なんてしていないし。そう言ってくれると嬉しいわ。それよりも母さん今どこにいるの？実家を取り壊した後の新居をどこにしたんだよ。実はまだ決めていないのよ。せっかくだからしばらくは全国をのんびり旅行しようかなって。うわ、何その生活、羨ましい。老後は全力で楽しまないとね。飽きたらどこかのマンションでも借りることにするわ。それなら俺のところにおいでよ。母さん一人分の部屋はあるから、好きなだけ遊び回ったら連絡して。あら、私と一緒に暮らしてくれるの？どうせ兄夫婦に老後の母さんの面倒なんて見る余裕なんてないだろうし、だったら最初から俺の近くにいてくれた方が助かるんだよね。そんな先のことまで考えてくれてありがたいわね。もちろんそれなりに打算もあるけどね。同居の代わりに家のことをやってくれたら助かるなって。なんだそういうこと。最近月1で家政婦さん雇ってるんだけど相性が悪くて、やっぱり家の中には信用できる人しか入れたくないんだ。いっそ家事費用を母さんに渡したいぐらいでさ、お安いご用ね。月5万でいいわよ。ありがとうございます。それじゃ旅行楽しんできてね。お願いします、本当に生活が大変なんです。土下座でも何でもするので助けてください。なんとか近所に住む雄一さんのお友達に助けてもらったんですけど、うるさすぎるからもう出て行ってくれって。1週間も泊めてくれるなんて素敵な友達があの子にもいたのね。お願いします、家を借りる敷金礼金だけでも出してください。嫌です。なんなのよ、こんなにお願いしてるのに。あんまり意地悪するなら将来介護してあげませんよ。長男嫁を頼ってきても無視しますよ。それでいいわよ、介護のことはもう解決しているから。え、誰じゃ、さようなら。待って待って、あのさっきの冗談です。ちゃんと面倒見るので助けてください。こうなったら家のことは自分たちで何とかします。でも子供だけは助けてください。上の子の中学の入学費用だけでも助けてください。
それも用意できないの？正直に言います、全部リスコさんを当てにしていたんです。ゆういちさんの給料だけじゃ生活だけが本当にギリギリで、制服費用とか全然貯めてあげることができなくて。それを知っていながら一切働かないことを選んだのよね。それにゆういちも転職しないまま、これもう完全に親の責任よ。借金してでも自分たちで何とかしなさい。借金は覚悟の上です。だからリツコさんが貸してください。私が少々金融のとこだと利子もつくし、でも家族なら無理して貸してくれますよね。返済もギリギリまで待ってくれますよね。そんなこと誰が決めたの？どうしても私から借りたいなら利子は10日で1割だよ。つまり1年間で利子は 365% だよ。それに返済能力も信用できないからね。誓約書も書くし、なんなら子供たちに返済させるってことまで書かせるよ。そんな鬼みたいなことまで。それだけの覚悟もないなら自分たちで頑張りなさい。でも私たちは子供は5人もいて、普通の家庭より大変なんです。それはわかるけど、こんなやつ分かってて産んだんでしょ？無計画に産んだわけないわよね。とにかく2人で頑張りなさい。頑張って頑張って、すごく頑張って、もたりないところは助けるけどね、頑張ってない人を助けるほど私はお人じゃないよ。そんな、それじゃあ私はこれで、少しは子供のために汗を流せる親になりなさい。子供はちゃんと親の背中を見ているものよ。その後長男夫婦は頼れる友達もいなくなり、なんとか格安の市営住宅に入れてもらうことができたそうです。そして家中のものを売り払って、なんとか子供の中学校への入学金や制服代も用意。しかし今回の件で子供たちは、なんで我が家にはお金がないの？僕たちの今までのお年玉はちゃんとあるよね、と詰め寄り、すべてきれいに使われていたことが発覚。それから子供たちはみんな親の言うことを一切聞かなくなり、地域でも有名な問題児へ。これにはさすがにみゆさんも働きに出るようになったそうですが、もういろいろと手遅れないような気がしますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。